甘いぞ。そんな子供騙しの技がゴールドセイントのこの修羅に通用するか。そーら、自分が仕掛けた技の勢いで自分がすっ飛べ。シルジャンピングストーン。バカな、昇竜派がまるで通用しないなんて。そーら、ついでにクロスも全て剥ぎ取ってくれるわ。エクスカリバーの切れ味を思い知るがいい。ああ、最強を誇るこのドラゴンの盾まで真っ二つにするとは。これで終わりだ。今首を落として楽にしてやるぞ。俺の使徒を捨てて受け止めるとは、バカな。どこにこれほどの力が。シュラ、このシリュウ一人では死なん。必ずやアイオロスの無念を晴らし、お前も連れて行くぞ。なんだ、この絶体絶命の時にこの男のコスモは衰えるどころかさらに増大していく。このシリュウにはまだ残されたものがあるというのか。老師、お言葉に背いて申し訳ありません。この死竜、老師の戒めを破ります。さあ、約束通りお前も連れて行くぞ、シュラ。この技はロザン昇竜派。カプリコーンの火も消えた。11番目の宝米宮へ急がねば。このコスモは、宝竜派、我が大恩ある老師に禁じられていた。己の命と引き換えにどんな強敵も滅ぼす絶対無比の技。なんだとライブラの老師にか。ならばなぜそうまでして戦う。なぜだ。シュラよ、セイントなら分かりきったこと。アテナのためだ。アテナはこれから平和を乱す邪悪と戦わなければならない大事な人。その沙織さんが悪を打ち払い、この世が平和になり、それによって俺たちのような不幸な子供たちがいなくなるのなら、このシリュウ一人の命など安いものだ。お前のような男がまだこの世にいたとは。どうやら俺は間違っていたようだ。許せシリュウよ、アイオロスよ。シュラ、シリュウ、お前は死んではならん。お前のような男こそ生き抜いて、これからもアテナのために戦わなければならないのだ。だがもう遅いようだ。間もなく俺たちの体は燃え尽きる。そして俺たちのコスモは塵となって永遠に宇宙を漂う。これからはせめて星となってアテナを守るか。なし、死ぬ。全てのコスモを燃やし尽くし空に消えたシリュウ。聖夜たちは友の死を乗り越え先へと進む。欧米宮を守護するのは氷河の死ともいえる存在。そしてその優しさゆえ天秤宮に落ちた氷河を氷の棺に封じ込めたアクエリアスのゴールドセイントカミユだった。水と氷の魔術師と称され、限りなく絶対零度に近い陶器を操るカミユ。今はただここまで来てしまった氷河を静かに見据えている。我が師とも言うべき神、
あれが氷河を氷の棺に閉じ込めた男だな。聖夜、シュン、先に行ってくれ。氷河、ここはカミューと俺だけにしてもらいたい。誰にも邪魔されたくない。たとえお前たちにもだ。氷河、私はな、いや、もはや何も言うまい。俺はあなたに数々のことを教えていただきました。とても礼の言葉では言い尽くせません。その礼を言葉ではなく、セイントとして行動で示します。あなたに授かった全てをぶつけて。よかろう。ならば私も全てをもってお前に答えよう。来い、氷河。